伊賀市と甲賀市が持つ忍者が感じられる里の文化や伝統を語るストーリーが2017年4月日本遺産に認定されました。日本遺産とは地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化や伝統を語るストーリーを文化庁が認定する制度で、地域に点在している文化財などの遺産を一つの物語としてつなぎ、その魅力を活用・発信していくことで地域の活性化を図ることを目的としています。今や世界中の多くの人々が忍者に魅せられています。ただその本当の姿はあまり知られていません。しかし伊賀や甲賀を歩くと、今も里山には戦国時代を感じる城漢が佇み、山々には忍者たちが生活や修行を行っていた跡が残されています。また伊賀上野城がある上野公園には平楽寺という寺があったとされており、織田氏と伊賀総国一揆との戦いである天正伊賀の乱の折には伊賀州の軍議が行われたと言われています。現在も公園内には多くの御輪塔が残り、その名残を伝えています。忍びの里に残る数々の足跡を訪ねれば、リアルな忍者が浮かび上がり、伊賀・甲賀には戦乱の時代を駆け抜けた忍者の面影が今も息づいているのです。こうして忍者を生み出した伊賀と甲賀の持つストーリーが日本遺産として認定されたのです。これからも忍者の魅力をみんなで発信していきましょう。